自民党総裁選で小泉進次郎氏が出した公約が賛否を呼んでいる。進次郎氏は労働市場改革の本丸として解雇規制の見直しを掲げたが、これは極端に言えば働かないおじさんをどうするか問題になる。大手企業などの社員は法律で守られていて、そう簡単に解雇できないのが現状だ。これを会社が社員をリストラしやすくする法律に変え、生産性を高めることで、 労働市場を流動的にするのが解雇規制の緩和策だ経済ジャーナリストの内田裕子氏は企業側の本音として解雇できないことで重しになってきたのは今に始まったことではないとしつつやめてもらうために退職金を割り増しするなど早期退職制度を取り入れてきたが蓋を開けてみるとやめて欲しくない人が辞めて辞めて欲しい働かないおじさんが居座る そこを解雇すするる手段がなかったと分析する労働法に詳しい倉重孝太郎弁護士は労働契約法16条の規定を守ろうとすると大変だと説明する問題行動を把握し書面で注意し場合によって懲戒処分してさらに反省がなければ指導して懲戒してと何回か繰り返しようやく解雇に踏み切れる半年から数年かかる場合もあり その間ずっと人員が裂かれるさらに解雇規制を定める法律自体が高度成長期をベースにしており今の時代には合っていないのではと指摘令和の今に打倒するのかが本質的な論点だ新しいことを学ばなくてもある程度給料は上がり解雇もされないそうすると新しいものに取り組む意欲は生まれないと語った 内田氏は団塊の世代が許さないと諦めに近いものがあったがようやく大きな声で言えるようになったそれでも大衆受けはしない誤解を生じる危険性がある中で新次郎氏の公約は勇気がある発言だと理解を示す標的となったベテランサラリーマンの反応はどうか60代はアメリカみたいになるから反対50代は冷徹にやるなら そんな人に本当についていくか別の60代は日本を支えるのは我々5060代若者が減るのに首を切るのはおかしいと語る一方で外資系企業に勤める40代からは実力主義お金以上のパフォーマンスを出すのがグローバルスタンダードだからやるべきだとの声が出た30代からも自分たちが最前線で働いているのに 働かかなないいいい。おじさんが収入を得得てて、るとして納得いかないどんどん切ってほしいとの反応があるアメリカ駐在歴の長いテレビ朝日外報部の中丸トールデスクはアメリカでの解雇は日本より非常に簡単だ2週間前に通知すればいつでも雇用主は従業員の首を切れると説明する倉重氏は50代だって70歳まで働くのが普通 その20年をだらだら過ごすか、モチベーション高く過ごすかで、国力の差が出てくるとしながら、今まで感情的な反対意見が強すぎて、地に足のついた議論ができなかったと語る。内田氏も、経済界としては、早い方がありがたい。新次郎氏の父である、小泉純一郎政権時の20年前にやれていたら、もっと良かった。それから経済が 世界的競争力をなくしたと説明する政治ジャーナリストの青山和弘氏はこれまで歴代自民党政権がやろうとしてできなかった難しいテーマ新次郎氏が1年以内にやると言ったのはかなり高いハードルと言わざるを得ないと話す新次郎氏の公約は野党立憲民主党からも猛反対が出ている 代表選候補の4人はいずれも解雇規制緩和に反発する発言をしている元東京都知事の増添洋一氏は厚生労働大臣としての経験から実現は非常に難しいと語るもっと格差が広がりアメリカのようになる景気が良くてどこへでも行ける社会ならいいがそうでないから首を切る一年でやれる話ではなく 安倍政権のような長期でないと無理だとした。元衆議院議員の宮崎健介氏は、極めて難しいボール、投げ方を間違った。解雇規制には、負のイメージしかない。非正規をなくすといえばよかったとの見解を示し、同じく元衆議院議員の宮沢博之氏も、重要な課題だが、今のタイミングが間違いだと指摘した。一年の年限は、 改革の意欲を示すものだが難しい。新次郎氏が総理になれば、これを掲げて、選挙を戦うことになる。野党の反発は、自民党議員も気にするため、新次郎氏を選びにくくなる。細かいプランを立てる参謀が絶対に必要だ。修正は恥ずかしいことではなく、一年と言わずにやらないと、ハレーションが大きくなる。 以下はネット上のの意見をまとめたものです。アメリカ並みに賃金が高ければいいが賃金は安いのに雇用形態だけ真似したら失敗すると思います経営者も高い給料をもらっている50代あたりを切りやすくするとそれを見た若い人はいつか自分もそうなるならという不安から人材が集まらなくなります企業もライバル企業がそこの人材を大量に集まらなくなります ヘッドハンティングで、経営を陥れるとかいろいろできそうだし、なんか誰も得しなそうな気がします。20代、30代は普通に流動性高まってますし、会社も辞めないように全力で引き止めてますよね。個人的には解雇規制の緩和は賛成ですが、給与の引き下げできるようにしてもいいと思いますがね。見ていて50代に凄まじい人がおって、食堂の爪楊枝の数とか、 割り箸を数えたり、落ち葉の処理方法とか危険性がないかを1ヶ月くらい、議論して1500万とかの人が、かなり酔って本当に絶句します。雇用の流動化には大体は賛成。うちの会社の製造部は5.60台の社員が、昔からのやり方をかたくなに変えずに、業務の変革がなかなか進まなかった。全工場長が退職して40代の中継社員が仕切るようになり、 業務の効率化材料の無駄を徹底的に減らし在庫の適正化や利益率を上げて売上倍にした常に業務の最適化を考えられないなら解雇はないにせよ降格などしやすくしてほしいあと会議中ネル議員とか実績出せない議員も減らしてほしいですねそもそも人口減の日本では解雇しづらくなるんじゃないかとも考えられるが懸念事項もある 人口減るんで日本よりも貧しい国から外国人を大量に受け入れるその上で金のかかる中高年を大量に解雇するまた必ず解雇権を乱用する人間が多数現れる要は気に入らない自分に意見する人間を解雇する人間がね結果雇用の流動性を促進して得たい結果は得られず単純に雇用不安を促進して消費は冷え込み 婚民率のさらなる低下、少子化の加速につながるだけ。特に、日本人のように石橋を叩いて渡る民族性には、全く合わない。小泉親子は日本を破壊するだけ。彼が総裁になったら、自民党は、ある意味終わりだね。確かに働かないおじさんは存在するから解雇、規制緩和もありだと思うが、人員不足に陥る。 可能性もあるたためまずは実力に応じた給料体経営の見直し,が先だと考えるしかし働かないおじさんは議員にも多数存在するのだから自分たちには影響ないと考えている議員たちにも国民から解雇できるようにするべきだと思うその投票権にマイナカードを利用するなどすればマイナカードの価値も向上するのでは 流流動化ににはは賛成でですが今ののままま企業のご都合主義に流されまくる労働者層が目に浮かびます労働者派遣法改正を思い出してくださいあれは国の趣旨というか建前では雇用の流動化実力主義評価の定着を促したはずなのに人件費が単に削減されて年功序列と同じだからという理由で定期昇給はなくなり 派遣社員なので団体交渉ができる労組もなく葬儀も派遣先は雇用主が違うのでできない状態となり一方的な会社側の評価基準で雇用できる環境を整えてしまいましたそしてほとんどの会社が非正規雇用に置き換えてしまい賃金削減を進めて昇給をなくしたのですそれで国内企業のほとんどは最低賃金換算の賃金となり 最低賃金ののの引上げが唯一の昇給の機会となりました。今でも最低賃金の引き上げに反対の声があるのはコストダウンするところでない賃金の引き下げにコストダウンを依存する企業が多いからです。